こんにちは、こんばんは、カメさんです。ということでですね、今回はね、ちょっと、結構ね、もう早速画面すごいことになってるんですけど、これはね、なんか動画の、そう、動画ソフトのなんか編集とかでね、こういう色になってるってわけじゃなくて、そう、実際にね、こういう色になっております。はい、カメさんの、見てる画面でもね、ちょっとこうなっているんですけども、今日はね、この画面で、ちょっとやっていこうかなと、ランクマッチの方ね、ちょっとやっていこうかなと思います。これなんか設定とかさ、タブレットの設定でできるんですけども、これさ、この状態でやったら、果たして勝てるのかどうかっていうのをね、ちょっと、検証っていうか、検証じゃないけどね、実際にやっていこうかなと思います。早速、行きましょうか。はい、ということで、早速、未知の世界なんすけど、マジで、これできちょっとこれできんのか、すげえことになってるぞ。そう、実際に俺の触ってる、そう、画面でも、見てる画面でも、ちょっとこうなっているんですけども、さあやっていきましょうか。まあ、ただ単に普通にやっていくだけなんですけども、なんだこれは、敵が見えねえぞ。さあ、一人やって。今いたね。お前、マジで敵のさ、背景と敵の色の判別が全くつかないんですけども。さて、これは、しっかりシートっていうね。B 取られてんのか。なんだこれ気持ち悪い。さて、そこいるね。しっかりキャラコン使っていくね。さあ、いるんですが。これ、味方かお前。いや、待って。味方か敵かわかんない。あ、これ B 取ったかな、キャッチャン B って言ってたんで、キャッチ B って言ってたんで、うわ、お前か。さあ、しっかりやっていく。さあ、ロケランぶち込んで、さあ、適当に打って、当たっていく。さあ、さあ、敵。さあ、あそこにいるね。さあ、これは、いや、これでもさ、キルで取れんねんで。すげえよな、ランクマッチって。入ってる？あ、これ、取られてんのか。さあ、しっかりやっていって、これはね、わかるんだよね。さて、お得意のリスガリしていきたいところを、さあ、これ取れているのか、ちゃんと。さあ、UAV、艦隊 UAV、さあ、こっから来ている、それはわかっている。ここをもうしっかりやっていく。さあ、なんか来ている、これキャラコンでやっていく。これ取れてる？わお！それは切れた。14キル。で、これでさ、14キル呼んでるってなかなかじゃね？さあって、これ、未だにビートって、あ、でも勝ってんのか。これスコア見ればわかんな。さてと、ここをしっかりやっていく。さあ、ここも敵、あーくそ。これさ、マップ、そう、マップ確認しながらやったらわかるんですよね、これ。マップ見ながらやるの分かって、これ B 論いますね。さあ、B 論いるんで、グレネードしっかり投げていって、さあ、これ電気屋にいるんですが、さあ、しっかりやっていきましょうか。さあ、ここもしっかりやっていって、さあ、さあ、ロケラン撃っていく。さあ、できる。ここ裏いるんで、しっかりやっていって、さあ、UAV オンラインしていく。さあ、いますね、敵が。ここしっかりエイム。さあ、これも、やっていきたいところですが、19キル6です。これでさ、これで19キル6ですってやばない？この画面で。いやー、ちょっとなんか未知の世界に感じる。なんか裏世界みたいじゃない、裏世界みたいな感じなんですけども。さて、これは、B 論からゴミ箱があるんで。さあ、いますね。ここにもいますね。こっちの方が強い説あるぞ。解除していって、さあ、しっかりやっていきましょうか。さあ、UAV 見ながら、カウンター、あれよ。ゴースト来られたら終わりよ。うわ、これさ、これマジでゴースト来たら終わるな。これさ、来たっているんですが、さあ、ここにもいます。さあ、そこにもいるんですが、さあ、そこをしっかりカットしていってあげたいんですが、いや、しっかりナイスショッカルシー。ナイスショッカルシー。さあ、しっかりアシスト入れていく。さて、これは前押ししてあげたいところなんですけども、さあ、UAV オンライン、しっかり SR カットしていく。これ SR だったのか、今のは。SR かどうかね、わかんない状態なんですが、さあ、ショックマルシー。ナイス。さて、しっかり。さあ、レレレ打ち。わお！しっかり避けていく。いや、ちょっと待って。今のは普通に俺のエイムが悪かったっていうのはある。さあ、しっかりカットしていく。いやー、それ厳しい。ま、一旦は分かったけど、敵か味方かっていうさ、ちょっと分かりづらいよね。
さあ、普通打ちからのしっかりやっていってあげましょうか。カットしていく、カットしていきたいところなんですが、ちょっと反応がさ、反応が遅れちゃうんで、ショック RC 出して、お前か、お前、敵はお前か、お前も敵か、まだ言う、ナイス、ナイスグラビティスパイク。やっていってあげる。さあ、リスキル入っていきたいところ。ブラボー。さあ、そこは甘い。さあ、いやー、勝った !37-11 です。マジか。37-11 です。ちょっと変わったかな?うん。ちょっと多分画面変わってるとは思うんですけども。いやー、ちょっと。まあ。いや、画面がバグってる状態でやっていくんですけども、ちょっとこれはすごい絵面になってるかな。取ってるのか取られてるのか分かんないんですけど、さあ、ショック RC 来てるのは分かるよ。バグってる。いや、あと10秒で終わりそうなんですか。さあ、しっかりやっていきましょうか。さあ、裏は切りしているので、いや、そこのね、そこのやつは賢いよ。生きてるのか、お前は生きてるのか死んでるのか、生きてるのか死んでるのか分かんないっていうね。さあ、これは味方取ってくれているんですが、さあ、グラビティスパイク打っていってあげて、いや、ちょっと待って、敵の頭がどれか分からんねんけど、いやー、ちょっとやばいな。さあ、何をしている、敵なのか味方なのか、 COD のラグとあれで分かんないぞ。さあ、しっかりやっていってあげる。もう一人やっていってあげたいけども、いやー、ちょっとやってこっちショットがあんのか。どれが敵でどれが味方なのか分かんないっすよ。さあ、敵はどこにいる。いや、おんのかい。ちょっとま全く分かんねえわ。さあ、ショックRCやっていきましょうか。さて、このポイントの中に入っていいのかな。いやーでもいいね。いや、いいね。さて、脇が変わっていって、これ UAV とか出てないよね。さて、これはしっかりあと5秒ぐらいで終わるので、次のポイント行きましょうか。さあ、あそこにいるのは分かったんですけども、カメさんのクソ M でやられちまう。今のは敵でしょ。さあ、頭一回しっかり抜いていく。いやー、でもやばいぞ、これは。かなりまずいんですが、これ2回か。さあ、2回しっかりやっていく。あれも敵でしょう。しっかり、ナイス、グラスパー。さあ、しっかり、数値。これ、もう、ステーシ幼虫に要注意みたいなね、感じなんですけど、ね、足音で気づかれているのか、気づかれていないのか、やっていきたいけども、いい火炎瓶?ナイス火炎瓶?さあ、脇が変わっていく?ポイントも変わっていく?しっかりやっていきたいところなんですが、さあ、幼虫に要注意ということでね、結構気に入ってるんですけど、俺これね。さあ、いるんでカットしていきたいところですね。カットしていくー。いや、ちょっと待って、あのさ、ボタンもクソ分かりづらいボタンがクソ分かりづらいんですこれ。いや、ないっす、いや、ないっす、それはないっす。いや、マジでわからん、これ、マジで。いやー、なんでやねん。もう、おかしい。色は変わっても、いつの時代もね、脇はおかしいということ。いやー、いいね。いや、でもさ、これ一人削れるだけで全然、まあ、よろしいと思うんですが、あれは敵なのか。いやー、ショック RC にやられていくということで、俺、毎回ショック RC やられてるような気がするんですけど。いや、ちょっと。ボコボコやもう。大先輩かましてしまう。設定方法ですね。設定方法としては、アクセシビティというところに行って、で、これどこやったかな?そう、画面表示等的、そう、なんとかなんとかってやって、なんかこういう風な感じにね、できますんで。そう、これ確かカラーフィルターをオフにすれば、元の画面に、戻ります。どれやったかな?ちょっと待って、俺の画面が戻ってねえ。はい、ということでね、すごい画面になったまんま、戻ってないんですけども、ぜひぜひね、ちょっと試してやってみてください。多分二度とやらないと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは。